いつもご視聴ありがとうございます。車の話題です。ようやくね、久しぶりのゴルフ明日行くことになりました。 T 先輩ね、いつもご手配いただいてありがとうございます。季節もね、だいぶいい季節になってきましたね。ゴルフにとってはね、ポカポカ陽気が続いております。まあ、例年よりね、ちょっと気温が高めということでね、やっぱり温暖化進んでるんでしょうかね。まあね、開花すでに始まってもう5日ぐらい経つんですか、関東地方はね、ほぼね、散ってなくなりかけている今日この頃でございますけれども、そんな中ですね、明日土曜日、久しぶりにプレーをしていきたいということでございますね。まあ、やっぱりね、そんなに遠くには行けないのでね、常磐道を北上しながらゆっくりゆっくり行くというような形になるんでしょうかね。まあ、やっぱりね、例のあれのおかげでですね、なかなか練習なんかにもね行けなかったわけですよ。まあ、ただね、天性のね、私どもの才能がありますから、全く不安視はしておりません。明日もね、天気予報を見ましたらば、お天気良さそうですね。気温も20度前後でですね、まあゴルフやるにはベストなコンディションじゃないでしょうかね。最近ね、ちょっといろいろとトレーニングなどを始めましてね、やっぱり巣ごもり生活が長引いてるので、ここら辺にお肉とかがつきましてね、非常にこれ良くないんですね、ゴルフのスイングにとってはね。まあ、ですからね、まあ、そんなに無理しない程度でトレーニング続けております。一番いいのはね、飯食わなきゃいいという話なんですよ。諸先輩方にもいろいろそこら辺は指摘されるところなんですけれどもね、まあ、私の場合はね、食べてこそ君だよと言われる意見もよくあります。まあね、そこはね、甘んじて受けたいところなんですけども、やっぱりね、ちょっとね、トレーニングを重ねてね、これからベストシーズンに向けてですね、ちょっと噛みましたが、ベストシーズンに向けて、まあ、トレーニング励んでいきたいと思います。それでは明日の私の勇姿、次回の動画楽しみにお待ちください。はい、それでは皆さん、コロナ対策万全に。はい、それでは最後にね、うちの庭に生えている八重桜の開花シーン、タイムラプスにまとめてみたのでご覧いただきたいと思うんですけども、かなりね、画面がブレるのでね、まあちょっと気分が悪くなっちゃうかなっていう可能性もあるので、三期間ね、弱い方は、見ない方がいいと思います。それではよろしかったら桜の開花シーンご覧ください。どうぞ。毎日健康でお過ごしください。また次回の動画でお会いしましょう。バイビー。